というわけで京都に向かいます。はい、というわけで京都に向かいます。MQ 映んないの初めて年下組で一泊の旅行に行ってきます。 in 京都ビズポップ、エイムくんです。また近況報告します。これとかどうなんでしょう。そう、ミスを平子さんの外側でしましょう。うまそう、これいくらなんか全部うまそうだ。いや、こぼれいくらかな。こぼれいくら、いくら多めで何それそんなことできる。京都行くの何回目？2回とか。修学旅行とかでそんなもんや。よーし、中学3年ぶりだ。あん時でも言うて修学旅行ってさ、縛られてたからさ。というわけで隣にはエイム君が座ってます。手振って行ってきます。というわけでね、すごくない？すごい、マジで。うわ、なるほどね。めっちゃご飯入ってたのが全然下あれだった。これが川さんのやつ。これ牛タン弁当。めっちゃ美味しそうじゃね。この外からやば。下は何？あ、もうこれで終わり。下あれだね、水上から終わりだね。それはこれです。こぼれいくら。じゃあ食べてよ。食べてる心境もやばすぎる。食レポ始まってるよ。見てください。赤ちゃんのお尻みたいにツリツリですからね、皆さん。さあ、かけてみます。かけすぎる。でもちょっと。もったいなって。で、あ、ここからね。さあ、食べます。岡山、広島、徳山、うまい。うまいけど美味しそう。マジでうまい。あったかい弁当なのが最高ですね。最高らしいです。かっこいいかっこいいかっこいい。お前ら映るよ。あ、ポッポは映ってない。かっこよ。よく何分かかりました？2時間15分ぐらいよね。近かったね。意外とね。映って。いや、俺はちょっと恥ずかしいよ。見てください、このスタイル。言ってないだろ。京都に着きました。京都で何するんですか？どこ行くよ。なんだっけ、あそこ。あの、鳥居がいっぱいあるとこなんだっけ。伏見稲荷に行きたいと。あとやっぱ清水寺よね。そうだね。金閣、銀閣、銀閣。そこに行きます。イエーイ、伏見稲荷。どうですか？いや、待って、街並みなんか途中から京都だった。急にね。タクシーで乗ったらさ、死んじゃうかもな。ちょっと待って、あの、じゃあここから今から登っていく感じですね。え、待って、もっと奥あるじゃん。そうっぽいね。そんなあのダンジョンみたいな感じなの？本当だ。でも右が強いこと書いてあるよ。あ、左がついてる。すごい長っ。楽しいポッポ。楽しい。僕たちは動画にできなくちゃ。おい、やめろやめろ、動画にできなくちゃ。やめろ、モザイク縦になってるからね。横に黒枠みたいなのが。そう、モザイク、今一緒モザイク。なんかいそう。うわ、悪い。でもなんかさ、カッポとかいそうじゃない？
なんかいそうだよね。グランピング行こうぜ、計画立てて。うん、なんか自然いいな。ね、摩擦りとかしたくない？家にあったらこういうところいいなってなる。マジでなる。しかもなんか人いないぞあんまり。もう写真撮ろうかな。いいやん。出しいいよ。かわいい。恋占いです。ちょうどいいガチャガチャが妖怪持ってる人になってもらうと思う。みんなで開けようぜ、エイム君。しんど。はい、はい、みんな結果は小吉です。小吉です。小吉です。おばさんは大吉だ。最強。最強だ。結婚大丈夫か。ダメです。これダメ。これダメ。危ない。よいしょ。はい、1時間ぐらいかけて山頂登って誰も山頂を撮るのを忘れたち。え、写真も撮ってないよね多分みんな。疲れちゃった。終わりだマジで。いやでもあれやね、おみくじ引いたよね。おみくじ引いたね。結果発表しちゃってくださいよ。結果発表してくださいよ。あれなんだっけ、なんか27、そう、27番中のエイム君が何番だっけ。27番。ポッポが甘く見てる。俺が13番か。そう、世の中を甘えてる。ポッポが13番で俺が4番でした。あんまり良くなかったですね。あんまり良くなかったですね。はい、気分で出に来ました。2日目です。声ちっちゃ。恥ずかしがった。声ちっちゃすぎるやろ。こんなことで声張れないでしょ。はーい、こんにちは。はーい、こんにちは。カメラ向いてやれって。はい、どうも皆さん。あ、なるほど。この時期でも、え、この時期でもいるんだね。何買ったんですか。グリーンティー。美味しい。なんかヨモギみたいな味。ヨモギの葉っぱ飲んでるみたいな味ですよ。大人の味ですね。ポッポ好きって言ってたよね。うん、俺飲めんな。マジうまい。最後の1個食べよう。カップ食べる。これかける。着きました。なんかいいね、修学旅行の時とかさあんま食べれなかったけど今なら好きなもの食べれるからさ。気にしなくていいみたいな。 ね、そう、楽、めっちゃ楽。この時期なのにさ多いんだね、修学旅行生。今は何も4月だからそんなもんじゃない。超いいじゃん。それとも昨日の疲れはダメやね。もう無理よ。そこの階段上がっただけでバレてるもん。息切れ。普通に無理やね。こっちよ、こっち。そうですか。お母さん、ずっと前歩いて。ちゃんと前歩いて。だってどんなところなんですか。なんかこう、高いところ。母さん、来たことあるの。一回だけ。あ、中学の時に修学旅行できたわ。みんな修学旅行やねんけど。大体京都と大阪じゃない。そうね。近松、東京とかね。ほんとだ。天気が良かったらね。ね、いくか。うん、めっちゃ顔アップしてる。髪の毛が今くん映んないな、今日は。今日は西坂だけっすよ。二人こうやってここにおる。京都2回目のおみくじです。吉です。今日です。半吉です。なんでこのみんな微妙なん昨日から。あ、待ち人来るって書いてある。うわ、勝ったわ。一生来ねえよ多分。取れてるよ。清水寺どうですか。初めて書いてる。綺麗です。綺麗です。なるほど。うわ、もう浮かれてるやつ。何ですか。ジャマゲで負けました。今日は京都の観光旅行に行きました。おおきに。おもろいってマジで。おおきにや。